奥様。おい奥さん。よし、やるぞ。映ったかな？映ってますか？音量調整するよ。大丈夫かな？違和感ないかな？来ちゃ OK ね。うるさくないかな？これかな。ちょっと今回あれですね、前またゴーホームをですね、ちょっとギターでやりたいと思ってやってるんですけど、はい、あ、生き返りました。だいぶちょっとまだたまに咳出ますけど、だいぶ生き返ってます。奥さんは今逃げました。奥さん今後ろで寝てます。来ません、来ないです。あ、ちょっとツイートさせてくださいね。奥さんは逃げました。今奥さん、奥様死んでる。奥さん、ダメだ、返事ないんで、すいません、今日僕一人かもしんないです。待ってね。初見です。アデノですか？そうっす、アデノウイルス。まあ僕はどうかわかんないですけど、奥さんと多分息子はもうそうです。出演拒否。おい来い。いやもう今壁の向こうにいるんで、普通に。はい。はい、はい、はい。行ってくよ。レオボンのロックンロール、見たことあります？いや、多分ないっす。見たことないっす、私。よーし、ちょっと。たまに咳出るけど許してください。ちなみにこのゲーム普通に やり込んでます。ですね、ツイート見た人もいるかもしれないですけど、普通にその記録的にはですね、世界4位ぐらいにはなれます。まあ、それを今回ギターで、一体どんぐらいでクリアできるかっていうのをやっていくって感じです。あ、ライブ初見、あざす、ありがとうございます。いつももう一人いるんですけどね、今日出演拒否されました。奥様、はじめちゃんよ。やっていきましょう。いいよじゃないよ、あんた来なさいよ。やっていくよ。やっていこう。もうあ、うわ、やさじゃん来てくれました。どうぞ、日本酒でも飲みながらよければ。本当はね、はい、出ない。出てくださいよ。競技人口かさ、そうだよ、7、8人だよ。ギターでもね、6位ぐらいにはなれる気がするわ。そもそもそんなやり込むゲームじゃない。すいません、じゃあ G 見えるように大きくするんで、こんな感じでいいですか？いい感じですかね。うん、うん、めっちゃテンション低いやん。いいよ。はい、始めます。いきますよ。ちなみにこのゲームはですね、RTA 的にはこの最初から始めるを押した瞬間にタイマースタートになってます。ちょっとさすがにギターで記録狙い気にならないですけど、参考程度にね。オリンピック出場権をかけた争い、懐かしすぎる、動画。で、重くなんない？一応試したら大丈夫だったから、いけると思いますね。いくよー、始めまーす。一旦リセットか。多分これで始まるはず。いきまーす。で、記録測ってる？一応。てててんてて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 ん。喜ばれてますよ。お会計っす。感謝します。あ、これちゃんとあれか。解説しながら行った方がいい。あ、だから、いや、ちょっと対話動向より、まず どういう操作してるかを、じゃあ改めて話していこう。はい、これまっすぐっす。で、これが右、あれ右のはずなのに反応しねえんだよな。あ、右、はい、これ右っす。はい、これ左ね。なんか遅くない？え？遅くない？すいません。あ、反応クソ遅いっす。え、なんか右、
右終わってるわ。はい、ちなみにですね、これあのですね、カメラで見えるか分かんないですけど、非常に鬼畜な設定にしてます。これあのなんていうの、中指でこのまっすぐと右で、人差し指で左 で小指でこれ後ろなんです。なんでこの音階にしてるか、これちゃんと理由があります。これこれジャンプ。マジスーパー噛み合った時あの BGM になるってことは、そう、ちょっと噛み合ったらそうなるようにわざと音階を設定してきました。これただその結果ですね、まずあれ、これまずバックがね小指なんで、これ使えません。もう一言言わせて。はい、無駄なことすんだいつもさ1フレットごとにボタンさ、こう置いてるからそんなに大変じゃないけどね、今回に関してはもう記録とか狙ってない。絶対頑張るやん。はい、そんな感じです。車両ツヤって、ほら車両ツヤいただきました。ジャンプはですね、一応これ小指でじゃないの、これサスフォーに置いてるんですけど、あの多分押せないんで、あのすいません、全部ここに関してはあの基本的にマウスに振ってる、ダッシュとジャンプ。しゃがみは捨てた。このゲーム RTA 的にはしゃがみ必要ないっす。落ちるためにそして捨てた。ちょっとこれ記録は一旦消すか。はい、です。あとなんだろうな、説明しておくこと。まあ、皆さん RTA やるかもしんないから、ちょっと解説も含めてね、とりあえず一周しよう。そんなこのね、RTA 長くないから、マジ5、6分で終わるんで。6分か、6分半で終わるんで、普通に行けば。はい。なぜこれ BGM してるかっていうのを前回の放送みたいな人は、はい、これのせいです。はい、このゲームで流れます。はい、これちなみにですね、皆さん前回ここ私非常に苦労しました。実はですね、こんなのがありまして、はい、ショートカットです。あ、これ見た、知ったっけ。うん、あ、もうご覧になれてる。練習してる時見た。はい、超絶練習しました私してた。これですね、一気に屋上まで行きます。ゴーホームやるとき一気につまらなくなるけど、いけます。はい、めっちゃスイスイ良いっとくけど、でも上がってもさ、チンタラしてたら上がってくるのかな。上がってくるはず。はい、そしてこの RT の一番怖いところはここです。この家がですね、非常に頑張りやすいです。この壁にいかに当たらないかを、この何求められるかっていうですね、もう基本的にもう、はい、これ最初にあーミスってる、出して貝が触ってノイズ消えたら戻る、お面ある。はい、これ一応流れてます。あー、もう頑張ってる。再装本来なら。でここでタブを連打します。はい、カットして、でここで金魚に話しかけてフラグを回収して戻るわけです。ギターでもまあまあできると。で行くんですけど、出てくるん でこいつは固定っす。はい、来ました。もうあと玄関でスタンバってれば大丈夫です。はい、あのイライラタイムですね。ゆっくり待ちましょう。こんな感じです、このゲーム。ちなみにこのゲームはですね、一番最後のステージまで行くと強制スクロールみたいになるんで、もうそこでタイム終わるんですけど、ギターでやる場合そこが一番むずいっすちょこっと走ったら無理だった。あの多分ね、死なずにクリアできない可能性すらある。はい、あ、じゃあこいつから逃げる話なんですけど、あ、もうあいつ出てきません。はい、行くよ。ここタブ連打します。はい、あお。でここでうまくスタミナ管理しつつ、あー、ミスってる。はい、行くよそこのゲーム依頼タイム普通にありますよ。で、1個目のですね、普通に死ぬ可能性があるポイントとしてはここなんですけど、ここでまず右入力できるかどうか非常に重要です。もう僕今右入力してるんですけど、先ほどもご覧いただいたように右が非常に不安定です。このギターの場合だとダッシュ入れて右押します。来い。あー、はいあー、もう最悪よ。もうこれさ、とにかく右入力入らない。これね、普通にやっててもね、実は入らないんだよ。でこれ最速ならね、ここの赤間に合うんだよ。こっちか。あ、ちょっとおかしくなっちゃった。最悪、まさか死ぬとは思わなかったのところで。タイマー止まってるね。
うん、止めた。はい、で攻めルートと安定ルートあるんですけど、今回一応攻めルートです。そっちしか練習しないんで。はい、成功 OK です。はい、世界1位はこれやってなかったですけど、こっちの僕は早いと信じてこっちのルートやってますね。見えない、見えないっす足元にピアノが落ちてるんで、それはうまく逃げます。高野こんばんは、よくいらしていただきました、こんばんは。はい、ここでまた右入力っす。肝の右入力入んなかったら死にます。しかも最速ない。入れ、お願い、来い。オッケー、はい、はめこんなぬるかったとは。そうです、このゲームぬるいっす、基本的に。あの本来なら音楽や止まるところを切るんですけど、鉄棒にはめて殺します。でここで本来はもうタイマーほぼ終了みたいなもんなんですけど、ここからですね、ギターの前って非常に難しくてですね、OK、うん、ここで、はい、ボリューム消します。ここでもうここで少しでもギターがあれご反応しないようにさつきくんはてないって言うけど、これがこのゲームの RT なんです。ショートが来たけど嫁さん可愛いよね、あざす、ありがとうございます。非常に今よくニコニコしてますねそういうのは照れちゃうので反応しないしてよはい、あ、ちなみにさらってやってるけど、ここ、はい、動かないです、このまま。で、これで次の BGM かかった瞬間にダッシュで前に入力入れます。あ、お願い。でね、ここがね、もう終わってるんですよ、ギターと。本当だったら、ちょっとね、右左とかにこう移動するんですけど、できないんで、もう、お祈り。こう、まあ、とりあえず一旦これでぶっ壊して。あ、OK。あ、ちょっと、あ、すいません、あのこれ僕普通にミスりました。再装し、えこれバグっす。殺して、あ、お会計っす。今日全部見れません。また来てください、お待ちします。お会計、ちょっと待ってやる気あんのか。いや、ここさ本当はコントローラーで普通にさ微調整できるんだけど、できないんすよギターだと。めっちゃ動きそうだよね。で、どう？どう？よし、来た。いいよ。はい。これね、まっすぐルートもあるんですけど、このギターと入力間に合わないんで、ちょっと安定ルートっす。はい。みんな、泣けよ。エンディングだぞ。体調やばいっす。体調あんま良くないっす。鼻声っす、まだ。お会計なんですか。さて、これ僕らがあのおもころチャンネル好きすぎて、あ、スパチャ来たら毎回おかげさまの おかげさまで生きてますので、役でお会計お会計言いまくってますお会計初見です。いいんすか、こんな配信しちゃって。オーガはい、初見の皆さん、オーガ来ましたお会計また後でもお待ちしてます。まあ、今日でも長くやんないかもね。明日僕仕事なのと普通に喉の調子悪いんで、はい、エンディングなんですけど、はい、これで止まればいいっす。はい、え、そうなの。僕はムービー入ります。へえー、知らなかったそうなんですよ、あんな頑張って走ったのに。そう、ここね、走る必要ね、この何胸元あたりまで大丈夫。はい、まあ一応ね、これ本当はノーデスだったらここでタイマーストップなんで、でも今回ノーデスじゃないんで、うん、あのですね、もうちょっと走る必要ありますね。初めて配信見たけど、ギタータッピングで鳴らしてたんですね。そうです、あの非常にですね、薬指痛いです、いつも。ちょっとあのノーディスクリアをぜひ見せたいんですけどもうどうしよう、一応クリアまでやる、もうちょいムービー流れるけど見ておきますか。見んでじゃあこんな感じです。どういう話なんやろ。考察はいろいろあるねすごい、ちゃんと考察まで私見てきましたからはい、まあ一応やるか。はい、なぜでもここ
RTA だったら関係ないんでしょ。関係ない関係ない。ここはノーデスだったらね、やんなくていいの。ここ、え、そうなの。ここがない、まず。え、死んだからあるの。死んだから今回あります。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そうだ、これがあるとちょっとだいぶ時間がね。赤で当たったらどうなんだろう。まあいいや、死にそう、死にそう。ジャンプないから、あれ、これどこで終わりなんだっけ、覚えてないな。不健です。奥さんと配信してるんですね。そうっす、あの奥さん今日出るつもりなかったんですけど、出てほしかったんでお願いしました。もうしつこくてさ。そうっすちょノーデスクリアしたいな。タイマー動向じゃないね。よし、皆様のためにって入れてほしいんだけどあ、これや、はい、エンディングです。はい、完走した感想はコントローラーでやりましょう配信者してんなーって、そんなつもりないんですけどね。いや、うん、いや、まあこっちはまだあるかもな。向こうのチャンネルの方がないかもしれない。はい、さすがにちょっとスキップします。よし、ノーデスやるぞノーデスやるぞ。タイマーいる？一応やってっか、せっかくだから。はい、基本前半は死ぬとこないっす。あ、ああいうタブミスんだけど大丈夫。早くね、早い。ああ、ちょっと何、ああ、あ、死ぬ、死ぬ。再生してくださいこれはギターの悪いところっすよはい、もう一回いくよ。ちょっとこれ、ね、開始ボタン、あ、ちょっと、ちょっと、はい。そう、でもめっちゃやり込んだもん。6分27秒っす、私の記録。抜けるものは抜いてください。待ってます、調整。てか私あの髪で何回ビビってんねん。ほんとだよ、前回のさあそこそういうゲームじゃねえからってね。ビビりすぎないよ。ほんとだよ、でも怖くてはい、ですね、ロード入れたら一回タイマー入れますねはいはい、あの通常より 2.4 秒遅いっす。操作が非常に厳しい。めっちゃ忙しいね。めっちゃ忙しいよ。う、右も左も。そうだよ。いや、左手がキーボードがコントロールだったらこうはならないですね。いや、最後のところはあそこノーデスで生きる気しないんだよな。あれあれ、奥様のビデオに驚いてた。本当だよ。ちょっと言ってやってください。前回の配信見てなかった人は、あの最初のあの20分ぐらい見ていただければ、終わった後にずっと奥さんがこれ上見き散らかしてますお、いいんじゃない。 あ動けこの時やってる僕一番イライラしてるかもしれない。あの日から進化したキーマウ、みんな見てくれ。引くね、左手の動作は最低限にした方がいいっていう結論に達したわ。あー、もうお願い、詰まっていら。わざわざさ、マウスの感度も下げたからね。このゲームマウス感度変えれねえから。はい、はいはいはい、はーい。さあどうかな。あと13秒。いや無理だな、絶対に10秒ぐらい、そうそう、普通より。はいよ。でもさ、ギターでやる部門だったら1位じゃんそうだよ、俺の右手にいないよ。スピードラン .com に登録しなきゃ海外に来出そうじゃない出ねえよ、どんな流行り方してんだよメール来るよ、レギュレーション教えてくださいねえよあれだ、クシコスポストと同じ配置だね。もうマウスは好きなの使っていいっすよっていうわ。はい、そんだけ動けるならギターエフェクス配信待って、一緒にやりたいだけでしょ
でもデータ移動できる。そうだね、私の PS4 の強強アカウントはやって移行できるよ。一番の1位じゃん。そういやだ、1位には変わりないから。そうだよ。はい、お祈りして、ここは祈れ祈れ、祈りは通じた。ちょっとあ、お前どけ、これ口が、おい、まあ許す、許容範囲ない。いつもなら再走してる。ここ普通に死ぬから。ここ集中しすぎて。ああ、出たよ。はい、再走っす。たまにコントロールでミスんだよな、あそこ。あ、てか、タイマー、ちょっと、タイマーね。マジかよ、今の。え、ちょ、違いますぜ。はぁ、うぜぇ。これ、タブレンダス。え、こんな出しちゃうんだよ。間に合う？危な。これサブレンダーです。ここの電柱の間でサブレンダーします。はい、いいね。いいよ、今のところいいよ。1秒半ぐらい遅いから。さっきの、でもあそこで死んでも、まあまあいいか。1回目うまく行き過ぎたんで。怖い。はい、3秒刺す。この序盤で3秒ずれるって相当だよ。うん、高熱の時に、こんなん見たんすか。でも見るよね、うん、さっきもコメント来てたけど、ガチ RTA かよ、ガチ RTA だよ、うん、何言ってんの。僕これ休みの時に一人で走ってるから。遊びじゃねえんだ、遊びじゃねえんだ、 RTA はガチだぞ。僕さやってるよね、俺一人で。やってたね。うん、バカみたいにさ。バカみたいに、いや、バカみたいにやってるよ、マジで。でもね、結構こういうの好きなんだよね。しかもこれさ、1ゲーム7分ぐらいだからさ、短くていいんで。30分とかちょっとやってらんないけど、今回短かったらさ、こう、何、練習のしがいもあるなと思ってやってる。明らかに他のことやった方がいいっす。あー、ミスった！ルート間違えました。はい、タブレンダーしますよ、ここ。はい、いいね。よくねえけど。で、金に反射します。あ、でも金魚、さっきよりつまずいてない。そう、あそこでやっぱ、ここをね、普通にコントローラーとかやっても普通にむずいんですよ。はい。あいつ何なんだっていう。なんであんな初回やられたかもうわからん。あそこ知ってればね、うん？飛べるの。そうそうそう。あれ実装して1日で見つかったらしいよ、あれ。そうなんだ。らしいね。あんなにさ、なんかバグ多くてさ、クソゲクソゲとか言ったけどさ、やってみたら面白くてずっとやってんだよね。よかったじゃん。はよー。はい。初めて坂本さんのライブ来れたって。これでいいの？いいの？今日あれっすよ、めちゃマニアックだよ。Go Home の RT ギターでやってるだけだよ。さあ、お祈りで。祈れ。祈れ。お願いだ。まあまだね。今プラス10秒っす。祈れ。右行け。ああ、なんかおかしい。まあ。いいよ。奥様、四川省どうって言われてるよ。やってないよ。ごめん。ごめん。飽きた。はい、オッケー。飽きたって。え、でもタイムなんか縮めてなかった？縮んでない。縮んでないの？うん。はーい、来たよ。
海外に来対抗して走ってくんないかな。来たで、そう。これはまずやりたいのセッティングが非常にねえぐすぎる。あ、タイマー押してないんだ。あ、いいよ。いいよ、早いんだ。いいよ、いいよ、今のところいいよ。問題こっからよ。そう。で、ブリッジか。まあ、そうだね。実際プラス 16.9 だから、まあ、17秒ぐらいか。ここ乗るのむずいんだよね、まず。もういいじゃん。オッケー、もう触らん、もうギター触らない。オッケー。ガーデンスキープ704まで行きましたってよ。え、すごい。ようやってるね、あんなクソゲー。私8700ぐらい。えぐすぎる。さあ、ちょっとノーデスしたいけどどうかな。体調あんまよろしくないっす。まあでもだいぶいいっすよ。まあ熱とかないしね。これで、ですね、橋が動いたらもうボリューム上げます。 OK、 いいよ、今のところいいよ。で、ここないよ、マジここっす。どうしよう、ちょっと後ろとか言っとく。逆に、あっ、まあ、余計なことするから。でもあれ絶対あそこに立ちっぱなし死ぬもん。もうギター勝手に動かないで、マジで。まあ一応やっとくか。やろやろ。ああ、一旦乾燥しよう、乾燥。ああ、もうここまでできればもう死ぬとこないわ。最悪。でもいいんじゃない。え、さっきよりいいじゃん。まあさっきよりはね。ああ、よいしょ。コントローラー欲しい。まあでももう見せるとこねえな、もう終わりだよ。ちょっともう再生します。早く乾燥した、乾燥したいのに乾燥できひんねん。本当はさ、後ろ入力言いたいのにさ、後ろ入力がさ、この配信、さっき来た人は一番最初説明してたんですけど、わざわざその、クシコスポストを引くための、何コントロール配置にしてるんで、この後ろが非常に遠いんですよ。小指をつかなきゃいけないんで、ちょっとなかなか非力な僕はその、タッピングできないんで、基本的にその、後ろ入力を捨ててます、今回。いいよ、ここも多分毎回忘れるわ。正しい乾燥した乾燥を言え。今まだ乾燥してないから。乾燥したら乾燥を言う。そう、乾燥しない、まだできひん。乾燥した、乾燥は待って、頑張って言うから。皆様のため に、 ためにあ、ミスってる、流すな。本当に流すやつがいるか。いいよ、足の途切れが非常にきつい。まあまあちょい頑張だけど、ああもう頑張ってる。まあ、いいんじゃない。まあまあ。あれ？ああ、カエルじゃねえわ。緑なんだもん、君。いいてか、あれやりたいっす、今。あのゲーム。なんだっけ、奥さん言ってたよね。あれ、あのゲーム、皆さん知ってる例のあの下ネタゲーム。ミニケーション。そう、それそれ。ヒューマンコミュニケーション。ウーマンコミュニケーションだっけ。ウーマンコ
ミニケーションだよ。あれめっちゃやりたいわ。健康だったらやってた。はーい、やってください。私ガッチマの見たいのにさ、禁止されてる。ダメでしょ。やるから。やるでしょ、あんなん。やりたいものって少なくとも買うから。使うと買うから。私見たいのに他の人の配信。いやもうダメよダメよ、一緒にやろうよ。知らなかったらみんな調べて。いや長いっすな。ゆる車台もね、昔やりたかったっすよ。中学ぐらいから発売したの。そんな装備で大丈夫か。そうそれ。あ、OK、最速。いいんじゃない。時間的にいいよ。なんで相談にいるかんの君。このあー入力終わってたわ。いいよ。いや、なんで止まった、あー止まった。ギターの入力途切れた。もう最悪。出てるよ。え、何が。あ、遅い。あ遅い。もうだ全然ダメ。マジで分かんなかったわ。パーンってことで。そう。はい、あの下ネタを探すゲームですね。え、それある。本編でやろう。言っていいの。何が。どんぐらいない許されるの、下ネタ。基本ダメでしょ。基本。じゃあのゲーム配信したらバンされない。いやでもあれで結構 YouTube 出てるよ、今日発売で。だからきっと大丈夫なはず。はあ、これ終わんのか。時間決めよう、今日10時で終わろう、うん、健康のためにも。そう、まだ体調が万全じゃないから、ね、そうそうそう、お願いだからノーデスで行きたいわ。はい、はあ、作ってきた。向こうダイスが大丈夫大丈夫。確かに確かに確かに、あれめっちゃ言ってるもんね。うんこ。おい、バンされない？それ大丈夫？え、うんこもダメなの？分からんけど。今気使ってうんこにしたの。気使ってるんですかそれ？うん。気疲れてて思わんかったわ。いいよ。何のゲームやろう。何やるの。いや、そのギターで何のゲームしようかなと思って。ギターでか。そう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 。こいつはね、あの何やり込んだからさ、いけると思ったけどさ、結局マウス全振りなんだよ。公衆便アウトですよ。やべえ、あれダメっすか、公衆便。なんだっけ、付き合ってください。付き合ってください忘れたな。でもあの例のやつでしょ、あのなんだっけ、あのおまんこっち講師ってことでしょ。あ、おまんこっち講師。あ、危ないよ。やっぱりキーボードでプレイするよりギターでプレイした方がアルティス適正化されてるんですね。そうっす、そうとだけ言っておきましょう。RTA 動画出したらさ、うん、あの説明だけで終わりそう。どういう入力してるかってね。そうそう、ゆっくりボイス流すんでしょ。そう、いいね。あー、ちょちょちょ、止まりさだぜ。ゆっくりゲームよ。ここ超えれるか。今やっぱりズンダモン。いいね、ズンダモン。あの声ってフリーなの。知らん知らん。よし、祈れよ。祈れ。祈れ。さっきよかったじゃん。ん？さっき。さっきよかった。コントローラーでも入んでんの謎すぎるんだよ。
いいよ、来い。お、いいよ、いいね。うまい。いいよ。水族館プロジェクトクソゲーでしょ、あれ。あれ、プレステ1とかじゃなかったっけ。OK、 よしよし、いいよ。とりあえずあとボス戦は死ぬよ、そこ。あ、ごめん、サルドった。あ、あー、いいよ。ほら、流すぞ。 BGM するぞ、それ。私だけなんだよな。そうなんで、奥さんだけで喜ぶと笑っちゃう。さ、ゲームの BGM 聞こえてんのか。私は聞こえてないよ。知った。え、ミスりました。普通にミスりました。再送。もう左で痛いよ。ちょっと練習しよう。配置変えろよ。なんでこんな簡単なこともできねえんだよ。配置が終わってる。あー、最悪。まあちょっとこの次どうあそこをクリアするか考えておこう。あー、むずすぎる。配信初見、本当にギターで操作してるのしてます。誰もあのやんない方がいいっすよ、こんなこと。ていて、あの操作はあの途中で来た人にも分かるように伝えておくと、これがマイス、これ右、これ左、これ後ろっていう、こんな感じです。あ、だってボリューム上げるタイミングめっちゃ重要なんで。はい、 OK、 いいよ。まあ、いや、よしよしよし。で、ここよ、ここの微調整どうするんですかっていう。ここさえうまくいけばね。そうちょっと後ろなんだよな。いや、いいんじゃない。調整できない、そこ。もうむずすぎる。最初ちょっと練習しよう。最悪。まあ、ここか。OKOK。今もういいんだよ。ああ、最悪。僕もギターコントローラー使いたいんですけど、どうやってつなげばいいですか？お教えしましょう。今はですね、ギターからですね、このオーディオをミディにする変換機械に伝えて、それをオーディオインターフェースにつないで、それをパソコンにつなげてます。パソコンの中に入った MIDI 入力をキーボードに変換するソフトを使って、それをキーボードに割り振って操作しています。はい。わかりやすいかな、これで。です。なんで、その MIDI 変換用の機械とオーディオインターフェースつなげば誰でもできます。ちなみにその MIDI 変換機械が1万円ぐらいかな。で、オーディオインターフェースも1万円ぐらいします。みんなやってみよう。もう一回やるか。あ、ちょっと心折れかけてきたよ。あれ、奥さんどこ行った。おっと、あぶら、あれってレギュレーション、そうで、RTA 向いてピックアップないですか？これ実はあります。私考えました。RTA。初見じゃないだろう、ケイチさん。RTA 向いてピックアップはですね、あれっす。あ、やべ、名前でもない。なんだっけ。あの、ずっとどんなるやつ。フェルナンデスが出てるあれ。ですね、この今僕が使ってるギターはですね、本当にドノーマルなギターなんで、非常に RTA 向けではないんですけど、ですね、音を鳴らしたら基本的にこう減衰するわけですよ。世の中にはですね、その音が減衰しないギターっていうのがありまして、それがついてピックアップがいいです。なんだっけな。ああ、なんでこんな初歩的なあれを忘れたんだ。フェルナンデスが出てるピックアップっす。ですね。
あ、そう、サスティナー。そう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 、それです、それです、それです。サスティナーが多分 RTA 向きだと思います。ただ、ですね、ネタにしては高すぎます。普通にギターのピックアップ、まあ、もう魔改造になるんで、それがついてるギター買うってなってるともう15万ぐらいかな。してくるので、おすすめしません。で、みんなは普通のギターでやりましょう。はい。ピースにギターやる、あー、あれですね、ロックスミスありますね。ですね、スチームにもあるんですよ。あれはでもオーディオインターフェースあれば、一応できるようになってるんですよね。なんで、なんかドライバーかなんか公式出してるんだよね。で、できるらしいです。配信でやろうかと思ったけど、なんか、あんまりその準備めんどくさすぎてやめました。あとね、あれ、商品がセールにならなすぎて。あと今どこだ、ここ。はい、喉痛いんだから。あ、お茶、ありがとうございます。お茶どうぞいただきました。お茶どうぞ。あざーす。さあ、君はもういいんで。はい。はい。はあ、投げんだよここまで。ミニゲームは結構面白い。あれ？ロックスミスが？いや、高校の頃ぐらいに発売してちょっとやってみたかったっすよ。左入れ、入れ、走れ。まあ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 、最速入んなかったけど、まあいいでしょう。どうしました？見てるよ。キョトンとしちゃって。ここ当たりやったよ。オッケー。うん、あれでもね、普通に鬼畜ルートだから。いいよ、今のとこいいよ。龍角さん、マシマシカッコンとどうぞ。欲しい、くれ、早く直してくれ、マジで。私、龍角さん食べたことないかも。ほんと？まずいんでしょ。まあ、そうだね。怖っ。いいんじゃない？もう、問題ここよ、マジ。そう最後ピアノのとこお願いだよ、勘弁してくれ、マジで。ここも怖え。はい、OKOK。 ギマル RT はギター、あれだ、ちょっと今あれスタンプで見なかってる。ギターごとに部門分ければレギュレーション整いますね。サスティナ部門と、ちょっと普通のあれね、ストラト部門ってことね。それだ、まあ、正直でもハムとかの方がいいはず。シングルのギターでやるのはね、一番良くないと思いますよ。よし、待って、よし。で、ここね、やだーやだーやだー。無理だよすぎる。鬼門やな。ここさ、シス。あ、これ後ろ反転もあんだ。ああ、もう。え、来て動かねえし。え、間に合って。これ間に合わなかったんだ。ああ。
と一回コントローラーでやんね。なんで？ちょっと一旦コントローラーでやんない。ちょっとさ、一旦コントローラーでやろう。ちょっと慣れてきた。左手痛くなっちゃった。配置を変えなさい、配置を。でも配置を押してるの一個だけなの、これだけ。ちょっと一旦コントローラーでやろう。一旦ね。あの休憩も兼ねてね。ジャズマス部分お待ちしてます。持ってんねっすわ。ああ、辛すぎる。諦めんなよ。ああ、むずいよ。お米食べろ。食べねえよ。ああ、ちょっと一旦ね、一旦休憩ね。あ、待って、ミスった。そう、一旦ね、本気ね。いきまーす。はい。あ。はい。この楽器見せてあげますよ。あれだ。負担設定違うわ。こうか。はい。こんな感じです。これをですね、あの3時間ぐらいやってれば世界ようになりました。翼欲しいです。レッドブルください。まあ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 全然いいよ。え、ダッシュ入んねんだけど。あー、再送して。一旦そのさ、ノーデスの画面をお見せしたいじゃん。そう思いません、奥さんも。モンゴリアンスタイル。あ、そうです。よくわかりましたね。そうです。僕基本的にどのゲームもモンゴリアンスタイルです。モンゴリアンスタイルってさ、夫と知り合うまで知らない単語だったんだけど。みんな知ってた？知ってるよね。有名でしょう。そうです。あの、どのゲームやにも Apex も全部これです。ギター以外の操作うまいですね。ありがとうございます。ギターも得意ですけど、これも結構得意です。いいよ。はーい。なんてやりやすいんだろう。アナログスティックってマジいいわ。斜め入力をまず受け付けてくれるのがね、もうやっぱすごいよね。進化を感じるよね。エイゴリアンってあれでしょ、あの NHK でやってたでしょ。あれ、サンちゃん、エイゴリアン、エイゴリアン知ってる。実際に見るの初めて。マジっすか。もういつもこれなんですよ。飽きたらボタンやって初見離脱。いや、もう十分離脱してるよ、言っとくけど。今回すげえ少ないよ。大丈夫、もうみんなもうね、飽きてる。さあ、画面変わんでも基本的にずっと一緒だもんね。そうそう、ギターの話するかと思ったらさ、っていう。64コマできないんすよ。あ、でもあれか、スイッチのやつってさ、今あれ PC つなげれるのかな。スイッチのやつ、スイッチにさ、64のコントローラーあれなんだ、販売してるんだ、スイッチで使える。あ、そうなんだ。そうそう、できそう。できそうだよね。だとしたら。あー、まあ、はい、はい、バグりました。わかりますか、これ、普通にバグるんですよ。クソなんですよ、あそこ。今あれ、ダッシュ入力と右入力言ってても走らねえっていう。あ、ちょっと。USB だからいける、マジで。普通に RT 動画になってきたよ。はーい。
あ、でも押してねえよ。はい。64コンだったら利点あるかな。目隠しプレイ無理。多分これはちょっとやってみたいけどさ、あのなんだ、視点があるゲームさ、目隠しでできないんだよね。そうね、そうそう、いろいろやった結果ね。すごい、ギターの時と違ってサクサクだ。いやいや、同じぐらいだと思ってますけど。はい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 、カレー食べたよ。あー、間違えた。ガバ頑張った。まあ一応記録狙いじゃないから、とりあえずは。でもさ、ここを初めてクリアするときさ、めちゃくちゃ迷ったよね。ちょっとフラグ回収ガバだよね。ね、許さねえ、そもそもが。はいはいはい、はーい。ん？落ちてる？なんかない？何これ？まあいいや。目隠しシールド、目隠しシールドね、自信ないな。やったことはないっす。てかあんまりね、うちの店は大量にあるわけじゃないからな、シールド。要検討しておきます。すべて今村くん次第。え、5秒前です。そんな遅かった。お願い、バグんないで、バグらないで、お願いします。モーパイでヒストリーとか言ってほしい。どこをモーパイするんですか。あ、まだそんな遅くてか。いいよ。はい、安定感あるわ。どうしました。すごいキョトンとしてますけど。世界狙え。狙うよ。1位何秒なの。6分24だから3秒ぐらい早いから。3秒でかいよね。うん、まあ最適化が私まだなんですよ。はい、1.5 か。6分30秒ぐらいかな、死ななきゃ。4、あ、そうだね、 1.5 だね。はい。シールドはさすがに、いや、箱のありだったらめっちゃ楽よ。シールド出されたら分かるけど、分からんな。何メーターが当てるでしょう。あと S か L 字でしょう。メーカーか。まず分かるかな。店にあるもんだけだったら多分分からず。バンドスコア無理。バンドスコアなんて気にしたことないよ、目隠しで。どうする、ボンジョビレスとか言い始めたら。やばいでしょ。この厚みは、全曲集、つまりめっちゃ出してる、あるかも、長年のみたいな。うん、ちょっといけそうだけど、歴長めのみたいな。うん、あー楽。あー、この見て、このスルスル。はい、クリアー。はい、あれのためにバグるんだよな。答
体感えぐい体感、うん、これがさ目にきすぎてさもう一回こうやってる。匂うんだよね。そうめちゃくちゃ匂うこのゲーム。ずっと直視してたら気持ち悪くなるからね。こいつ目やるしね。目に良くないゲーム。そうなんです。さあ終わりよ。この辺かな。はい。さあですねエンディング流れたらタイマーストップです。結果はいやもうね決まってる。ね6分ね多分30。6分30。はい終わりました。エンディングです。泣いてください皆さん。泣けよ泣けよ。エンディングだと泣けよ。これがノーデスエンディングです。じゃあ見ていきましょう。はい、ですねこれまあ視点も終わってんだけど、はい、まあまあ使ってるこのベース。まずこれフレットナイスフレットレスですね。フレットレスでこれね、あのねピックアップもちょっとね変わってんだよね。これちょっとよいしょ。あーもう見れない。めり込んじゃう。これね視点が終わってるんですよ。ピックアップがさ2つもすごい近くあるんだよ。ジャズベースと見せかけてジャズベースじゃない何かを弾いてるっていう。で、ね、ブリッジも結構上目か、うん、あちょっとあれああの人なんかさ、あのレスポールっぽいの弾いてるんですよ。ちょっとそっち見に行こう。ちょっと、もう一文字みたい。でもさ、マオすごいよね。すげえ弾き方してるよね。ベースじゃないよ。で、ちょっとあなたの、ちょっとよく見えないですよ、それ。でもさ、多分ね、あれ、レスポールなんだけど、F ホール入ってるんだよ。だからね、ES レスポールあたりかなっていう。そんなの出てんのかな？レスポールだよな。カジノとかかなって一瞬思ったけど、スポックはないよな。っていうのを毎回ここに来るたびに考察してる一人で勝手に。まあまあよく見えるけどね。ドラマ見て、このさ、ワンタムっていうのがさ、ちょっとこう渋くない？奥さん。見てよ、ワンタム。渋いよね、これ。ワンタム仕様。何を参考にしてるのよ。ね、本当だよね。はい、6分30秒。多分世界、5位ぐらいですかね、きっと。ギターじゃ無理、マジで。むずすぎる。指痛くなっちゃう。痛いのと、なんか、あの終盤で死ぬのが地味にさ。あそこよな。そう、あそこ。微調整できないから。そう、あそこだけコントローラーして。ちょんちょんちょんってさ。いや、でも超楽よ。そりゃちょっとね。そりゃ世間は許してくださいよ。そりゃ世間は許してくれませんよ。ねえ、って思わん。もう一回が知っとく。むずいなぁ。何を目指してるんだろう。スピードラン.com に私が載せとくよ。え？で、上げれるんすか？え？6分30秒、6分 30.38。 いや、いやそれじゃない。え？ギター部門。作れんの？そんな簡単に作れるの？あの世界わかんない。だからもういろんな人に目かけてない？大丈夫それ？俺不安でしょうがないよ。調べよう。嫌だよ、なんかものすごい後で問題になっても。イミュレーション使い方で、この6分30秒はさ、あれでしょ、動画残ってるからさ、いけるんじゃないの。うん、あれって配信なんだっけ。配信やらないといけないとかある？え、いや、ないよ。動画に残ってれば OK みたいな感じだっけ。絶対動画の URL あれ貼ってなかった。そう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 。でもちなみにですね、僕のこれやってる魂胆としては、がっつりこのショートに上げるために動画の素材として僕これ配信してる説あるんで、だからちょっとクリアしたいじゃん。
う最後どうしようかな、マジで。わかりました。いけます？なんか奏者が増えないと無理っぽい。まああのですよね。そりゃそうだよね。わかんない。ちょっと待って、もうちょっと調べる。ああ、いやいや。さ、そんなこと言ったらさ、どんどん部門増えそうじゃん。わけのわかんない細かい理由さ。だからあれか、この配信見てる人たちがやってくれればそれもそうだよ、あれだね、追加できるかも。何人必要なんだろう。5人ぐらい書いてない、うん、いいよ、いけよ、いけよ、行ってくれ。まあいいか。クリアして、オッケーオッケー。いや、手慣れましたね、だいぶ。動かないで。ノーデスがむずすぎる。もうノーデスを諦めたら、もうそしたらクリア終わってるよ。行くか、せっかくなんでね。むずい、むずいっていうかイライラする。メンバーと誰がこんなことに付き合ってくれるんですか。なんならね、出てるメンバーね、あのゲーマー組じゃないんだよね。ゲーマー組でもこれやらないっしょ。確かに。うん、だってまあそうだよな。しかもさ、これ説明できないかも、操作の設定の仕方を。あまりにもさ、アホすぎて。ここよな、マジで。あれか、ミュートしながら行けばいい。よ、よ、こういう時ばっか成功するのやめてほしいわ。あー、もうあんなタコにあんなやられなければ。そうやって何度も走るのよ。こんなに安定しないのもないけど、ね、走りたくない。やりたくない。もうお前何回目だよ今日。目がね、痛くなるこのゲーム。いや、もう、ま、それ
初めてリアルタイムで見た。僕はぶち…ちょっとやだ、死にたくないセーフ。危ねえ、これたまにあります。あれで死ぬから立ち悪いんだよな。あー、クソノーデスムズすぎる。あれ、ノーデス扱いだ。なんでわかるん？これがノーデスだから。あ、そうなんだ。ボス戦は除外らしい。じゃあ達成ってことでいいっすか。いいよめっちゃ笑顔いいよ、イエーイ。これさ、張り巡らされすぎじゃない？ちょっともう特に言うことないっすよ。エンディングだよ、泣けよ。どうすんの？雑談するか。もういいだろう。画面変えてくんない？うん、画面、画面ってこと？ゴホーム。うん、ゴホーム変えてほしい、願い。ああ、いいよいいよ。もうね、みんな痛がってるよ。そう、みんな見れないと思う。しかもね、ちょうどさ、右変換のさ、あ、ソイ来たよ。来たな、今村。考察してこれ、ママの。ママの考察？まあ、まずとんでもないよ、これ。ソイ。これどう思う？まずこれ木材さ、あれだよね。アルダ、アルダじゃねえ、アッシュとか？アッシュかアルダ？いや、次適当な材じゃない？ああ、落ちちゃった。もういいだろ。泣けよ、マジで。ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。はい、ですね、終わりました。僕の惨敗っす、今回は。負けを認めます、今回は。はい、まあ、変えてもそんな意味ないわ。うん？何が？配置を。配置、変えても意味ない。あの、裏でもう少し練習しておきます。多分。あの、心折れました。なんで雑談タイムに入ると思います。バスウッドでしょう。バスウッドでもあれちょっとなんかすごい不審みたいなの多かったっすよ。わからない。多分ここで議論しても一生この答え出てこない。以上、あの、このゲームは終了したと思います。終わり。目いてえ。あー、疲れた。はい、雑談タイムにしましょう。よいしょ。これいらんな。疲れた。目が疲れるんだよ。お茶飲みなさい。ね、あ、お茶いただきます。このゲームね、本当にね、珍しく頭痛くなるんだよね。見事に人が少ないと、今回も誰も興味ないギターで。でもさ、不思議とさ、これをショートにした瞬間にさ、普通に何十万再生っていくからさ、どこに需要があるかわからんっていう。あ、面白いしね。まあね、あの、こう長時間見るときついんだよ。うん、普通に。まあ配信なんでそんなもんか。うん、そんなに見ないよね、がっつりってっていうふうに思いますわ。うん、あとなんだっけな、なんか言うとしたんだよ。まあいいや、コメント近いよ。てか今村さん、今村さん今日は仕事終わりっすか？あれ、出勤？もうさ、今村さんとさ、あれ、あの、出勤かぶらなすぎてさ、撮影できなくて困ってるんですけど、私困ってます。出勤してくださいあの、出勤お待ちしてます、今村さん。あのね、全然被らないんだよね。あ、そう、ピザ配信、いや、あの、今村さんが良ければいつでも、いや、いつでもじゃないな、今、あの、うち結構バイキン結構あれだからあんまり呼べないかもしれないけど、治ったらね。うん、あ、ですって。あ、じゃあやっぱあれだ仕事終わりっすね。治ったらまた呼ぶんで。
いつにしようね。あ、BGM つけるか。はい。そう、あのね、今はマジ来ちゃいけない。一番来ちゃいけないタイミングだと思う。いまだに鼻声だし、1週間ぐらい鼻声だよ。助けてくれよ、本当に。ねえ、いつまでも治んないね。で、そうなんだよね。全然治る気配ないんだよね。これ消そう。ほんと咳と笑いさ最悪だよ。僕が持っていたかもしんないんですけど、これに関してはピザしましょうだってよ。待ってます。じゃあまたコストコ行かなきゃ。コストコー、コストコー。もう行かないって言ったじゃん。ちょっと口が寂しくなってきちゃった。山梨できるまで行かないって言ってたじゃん。いつ？こないだ。いやあ、お酒差し入れするので。お、今村さんとの泥酔配信。今村くんはあんま酔わないよね。あんまり泥酔してるとこ見たくないね。田んぼには突っ込んでたっけ。田んぼに突っ込むぐらいだよね。ひどい言われる。でもね、あのペースで飲ませるのはちょっと無理かもね。だってよかったね。もう私、あの頃の私じゃないから。弱くなっちゃって、この今で簡単に潰し返せるよきっと。3倍ぐらい。もう飲めないとか言って。え、どうしたんですか。あ、私もやり返すから。え田んぼに着くまで配信して いやもうあかん。バンされる。人のうちの土地にさ、バンされます。あとね、もう田んぼなくなったのよ。そうなんだよね。まあね、目の前に田んぼあったのにね、変わっちゃったからね。そう、残念ながら。だから何、次川。やばいやばいやばい、死ぬ。近くの川に落ちてもらうか。岩村くんは何だと思った。夜中にさ、この時期に。でもあれだよ、もうさ、気軽にさ酒飲んで夜外に歩けない。そうなの。そう、ベビーがおるから。そう、ベビーがいるせいでね、なかなか歩けなくなってしまいました。見て、ゴーホームや見た瞬間にどんどん人が増えてる。ゴーホームなんて終わりだよ。もういい、クリアしました。今日 5、6回クリアしたんで許してください。もう泥酔はもうしません。もうなかなか見たことない。それはもう一回戦うってこと。勝てないよ。僕来月こそ行きます。買ってきて。じゃあ、あ、お金渡すから。3万ぐらい渡しちゃった。はい、寿司とって。私寿司生物要求。来月の第2回食わず嫌いもしてほしい。だって、うーん、思いつかないのよね。強すぎて。いや、は、あのさ、あのさ、私勝ってんだけど、負けてるやつに発言権ないから。ムカつく。次またあれだよ、やったらさ、染谷さんとこの病室に。また一個増えちゃう。いいな、コストコ。あれやりたい。今村くん来たらさ、チャオチャオしたいんだけど。どうやってお父さん。カメラ上から斜めにして。はあ、チャオチャオしてーっていうボードゲームね。僕ボードゲームだらけなんで家。めっちゃあります。今村くん、わかんなそう逆に。ずっと笑ってるから。フフフフってずっと笑ってるから。で、嘘つくんだって言うんで。嘘つくんだ、へえ。ひどいね。でもさ、ヨンク意外にそういうの聞かないよね。聞かないね、案外。精神攻撃聞かないから案外、ね、そうなんだよ、だから困るんで。いやでも、わかるかも、きっと。嘘ついたらダウトって言える自信ある。で、言いまくって負ける未来も言える。逆に、あんま言えなそう。確かに、うん、言わない、そうだね。だよね、絶対ほら、チャオチャオ見てって。
家にあります。チャオチャオやりてー。ほら3人でやる。チャオチャオもう一人欲しいな、やっぱり。できれば鉄夫、鉄夫だな鉄夫呼んで今村くんと初対面でしょ。今村くんは普通だと思うけどさ、鉄夫アビーで結構緊張しい。そうだね、案外こう、あ、俺どうするとか言ってちょっとやってそうかもしれない。鉄夫、鉄夫来てくれ。鉄夫一緒にチャオチャオしようよ。鉄夫とゆうとくんでやってみる。一回も出たことない人間たちをここに連れてくるって。チャオチャオしてチャオチョ普通にしたいっす。ゆうとくんに酒飲ませて金だ鉄夫。もうさ、喉ガラガラすぎてさ、声出ねえ。いつ治るん教えてくれ。なかなか咳も治らんしな。そうなんだよね、職場でもずっとこんなんだからさ、困ったもんだよね。アデノウイルス、アベノウイルス、アベノマスク。ヘロー。お、来ましたね。もうゴーホーム終わりましたよ。ゴーホームはもうあの、もうギターじゃクリア、いやギタークリアできるけどノーデスできん。またショートにあげるからそっち見てくださいな。あれショートに編集できるかな、どう編集しよう。大パンして終わらせるようにしようそこだよね、それしかもう記憶にあれだ、もうあの今のプランないわ。大して見どころねえしさ。.com に登録したいのに。え、6分30だったらあれいけでしょ。あ、通常の。そう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 。モンゴリアンスタイルって OK なの。え、ダメじゃないっしょ。教員はですね、そうです、あのあれです、アベノウイルスだろうみたいなと言われましたね。え、なんだっけ、ゴーホームか。ゴーホーム、ゴーホーム 2% 6分30良いっす。良い、私世界良いです。世界良い、世界良いです。すごいじゃん。前回も世界良いでした。6分27秒なんだっけな、8.85 とかだったかな、でした。じゃあ申請すればしねえよ坂本坂本ってスピードランドとかもってもう上げるもんじゃないと思ってるんだよ。だからさ、RTA in Japan でようよ。ギターで、うん、ギター部門で。でも死ぬの目に見えてるじゃん。クリアすればいいんでしょ。そんな心構えでいいのかよそんな心構えで。いや、もし出れるってなったら出ないよ。練習するとか。いや、途中で嫌になっちゃうじゃあダメスイッチバージョンの 2% あるよ。8分54だって、舐め腐ってるよ。やるか。遅いんだ。めちゃ遅いね。やっぱ PC の方が早いんじゃないの。いや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 、変わらないはずだよきっと。これスイッチだったら1取れるよ。買う。いいなぁ買う。いらん。買って今1になる。いらん。今世界見してやるよ、この配信で。やらんで世界見たくない。うん、はい、じゃあやらんわ。見たくない。ギター嫌いになりそう。毎回ギターでゲームやりながらね、嫌いになりそうになるから大丈夫、安心して乗り越えてる。何回もなんでギターで俺やってるんだろうっていつも思ってる。青鬼とかはまだやりやすかったな。ああいうゲームやりたいよね。逃げるゲーム、逃げるゲームでもいい。マウス使わないゲームがいいな。ここで完結するやつがいい。マウス使わない。そう、マウスか。なんもない。ない、ない、ない。そうっす。あまり思ったより怖かったわ。何やっても怖いじゃん怖くないホラーゲームをしてくれよ。ベースでやってみたわ。あー、ありだな。あるしな、ちょうどそこに。ありかな。
ありだな。あ、でもあれか、低音の方が反応しねえか、ミディとか。多分ね、逆に反応しなさそう。タッピングとかしやすいだろうけど、ね、そう思いません？はいはいはい。あれ？なんかの CM 出てました。喉が。お茶飲んで。お茶どうぞ。お茶どうぞ。めっちゃクソゲーをしてくるじゃん。カラスマファンだろう。僕もめっちゃ見てるけど、ちびまる子ちゃんお小遣い大作戦ってあれでしょ、あのお母さんにカツアゲされるゲームでしょ。あ、神社で小銭稼ぎ。そう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 。やだよ、あんなゲームやりたくない。なんだろうね、今面白い。やっぱギターでスイカゲームやるしかない。いや、だからね、スイッチはできないんだって。あ、そっか、スイッチだけか。そうなんだよ。え、今あれなんでしょ、かぼちゃゲームになってる。あー、ハロウィンだっけ。そうそうそう。もうやないの、あれ。やるよ。やんない。やる。ほう。次の配信は9は坂本シグネチャーギター契約は、うん、何もやってないよ。マジで何もやってません。すまん。すまん。何もやってません。何も動いてません。本当に今チャオチャオやるか。1対1で、うん、やばいよ。1対1のチャウチャウやばいよ、きっと。だってさ、潰し合いでしょ。ワンワン。俺ずっと4って言うわ。はぁ？だ、そういうのやめようよって言ってるじゃん、いつも。あ、そういう、何？あの、心理戦？てか、毎回さ、その、うん、嫌なのがさ、はい、じゃん、2人でじゃんけんとかなった時さ、うん、あの、もう勝ちか負けかどっちか言おうみたいな言うやつあるじゃん。もう意味ないからやってもって。あ、ほら、指すまとかをやるときに、うん、2人になったら、うん、もうこう1個にしてさ、あ、1個で、さ、さ、さ、卓をさ、上げたか上げてないかみたいな。あ、でも自分やんないで、もう上げるか上げないかをだから0か1しか言わないからですね。そうそうそう、嫌なの。それはごめん、悪かったね。合理的だと思ってるかもしれない。うん、自分のと何も考えなくていいからさ。そういうところが嫌。そんな途切れそうな声言ってるんですか。眠くなってない、あなた。嫌だから。嫌だから。ドミニオンしたい。ドミニオンしてー。しま。どんだけ好きなんだよ、あのカード。島中。どんだけ島好きなんだよ。ドミニオンして。今までで一番面白かったボードゲームは？ドミニオン。ほんと？うん。あれは、あの高いやつまだ1個来てない。だって全然さ。自分でやればいいじゃん。イオンズエンド1人でもできるんでしょ。虚無なの。一人でやってきて、あれは準備大変だからさ。でも一番やりたいのはあれだから、あの3日ぐらいかかるやつ。なんだっけ、あれ全然付き合ってくれなかったやつ、あのキャラクター作るやつ、なんだっけ、グレイブヘイブ。何それ。一緒にやったじゃん。え、そこに眠ってるやつやったっけ。うん。え、京くんとやったやつは。京ともやった。高値でね。高値だっけ、キャラあれだよな、数字書いたりとかしたやつだよ、 TRPG みたいに。やったじゃん。やったか。やりてー、あれ。今村くん来たらやらせるか。いやだ、私やんないよ。二人でさ、夜中の3時ぐらいまでさ。私やんないからね。やりてー、誰も付き合ってくんない。子供は全然まだまだだし。
忘れちゃう。あと10年ぐらい経ったらできるか。10年でも遅そうね。仕事終わってやっとくれました。ゴーホーム終わりました。テンクリしました。3回ぐらいなんで雑談タイムになってます、いつも通り。ちなみにギターでやったら何分ぐらいあったの？測ってないっす。測りなよ。だってさ、死ぬんだよ。死んでもいいから。8分ぐらいじゃない？うん、うん、でもスイッチに勝てるよ。そうだよ、余裕だよ。赤様 TRPG やってたら怖い。やだ、急にさ3時3時チェックするねって。カーッて、セーフ、フンブル、フンブル、やだ、アイデアフルねとか言って、分かっちゃったとか言ってさ、喋るもしないのにさ、ただだ、だしきない。確かに、ラブレターなら2人でも、ラブレターの2人きついよね。きついね。騎士来たらさ、そう、もう終わり。終わりだね。何？学校の PC でやってるボードゲームオンラインみたいなの面白いですよ。あー、あるね、ありますね。あれで、あれやりたいんだけどな、なんだっけな、なんかのゲームやりたいと思ってサイト行ったけどやんなかった。私あれやりたい、一太郎スマイル。古すぎる。誰それ知りたいです。だって知りたくないだろ。切れた。切れんな。知りたくないだろって。まあ、あのご想像にお任せします。いつもはぐらかしてます、それに関しては。音楽関係だったかも。そんな感じにしとこう。そう、そんな感じっす。キリタ一緒にゲームしてました。それが馴れ初めです。はいはい、すまそう、すまそう。まあそうだよね。なんかずっとずっとスプラトゥーンやってたわ。うん、スプラトゥーンの無印出たぐらいの時に。そうだね、スプラトゥーン1はですね、普通に、うん、ランカーってあったのか、あの頃。でもあれ、スプラトゥーン1大会ってたっけ？大会じゃないか。大会っていうか、そういう小規模の大会とか出たことあった。え、オフラインの？いやいやいや、オンライン上のそういうやつで。あー、チーム組んで。そう、チーム組んで。あるそんな感じです。こんばんは。もう雑談タイムです。ゴーホーム使いました。いただきありがとうございます。あれでよければ本当に。急に冷たく言っちゃって。あんなんでよろしければ。ちなみに最初10時で終わるって言ったけど、あと2分。何？期待太鼓三次郎。ないそれ。それもクソゲー？もしかして。一太郎スマイルでしょ。太鼓三次郎って何？あ、出てくるわ。太鼓三次郎 PC。 ギターで太鼓の達人やればいいんじゃない？何このパクリ？え、何これ？これパクリゲーってことで。パクリゲー太鼓三次郎。あれ、本当の名前なんだっけ？太鼓の達人で。達人か。太鼓三次郎 PC 戦。怒られないの？え、これできるの？え、できそうじゃん。でもさ、ギターでやってもいいけどさ、これラグあるんだよね。 0.1 秒かな。音ゲームずそうだね。そうなんだよね。まあ、それを踏まえてやるかどうかぐらいだけど。やっぱ今流行ってるゲームやった方がいいよ。今流行ってるゲームは？スイカゲーム。結局マリオスイッチじゃん。静かゲームってスイッチだよ。だから、え、どっちもできない。 PC ってなんだ。やっぱあれでしょ、ウーマンコミュニケーションでしょ。何ひよってんの。ウーマンコミュニケーションでしょ。ひよるだろう。ひよってる、この人は。ひよるに決まってるだろう。あれやって、でもあれさ、うん、カーソルだから無理じゃん。そうなんだよね、これじゃできないんだよね。結局マウスでこうやってブンってやるじゃないから。
トゲのラグはな、いやいやいや、もう楽しくないやん。これでしょ、ここで赤でさ、これがさ、か、そう、か、か、か、どうでしょう、どんかどんかってことでしょ。うん、ギターでよくねって思いながらきっとやってると思う。ネイティブ発言、アンダーテールの続き、アンダーテールね、いいけど、いいっすよ、あれなら普通にできるからね。なんか話題のゲームなかったっけ、スパイダーマンやれば、いやあれスチームないんじゃないか、 PS5 専用じゃなかったっけ。あ、そうなんだ。うん、確かそんな感じだった気がする。やりてえ、やりてえよ。下のガチ演奏動画見たいです。ガチだよ、今この動画だよ、ガチ演奏だよ。ずっとここでさ、ガチだよ、見てこのタッピング技術、これはガチよ。ボーが来てんのね、最初の方の動画見たらね、弾いてるよちょっと。あ、赤ちゃんの起きたわ。あららら、ら、終わるか、終わろっか、赤ちゃん起きたんで。ガチ演奏見たい。うん。例の動画の、例の、向こうのチャンネルの、あれ、なんか長い動画とか見れば、結構やってるかもしんないですね。島村楽器の方に似てますね。よく言われるんですよ。まったくね、あんなのと一緒に最初は困ったもんですよね、まったく。何？どうした？つけて言って、それ。よく言われるんだよね、なんかさ、そうそうそう、これもさ、つけたらさ、似てますねとかってさ、ほくろの位置とか似てるねとかね、ここね、困ったもんですよ。僕一市民なのにさ、変態呼ばれてさ、困ったもんじゃないですか、本当にさ。インターネックで分かるわけないじゃない、あんなの触って。うん、これ分かるか、これで。うん、全然分からんわ。こういった日さ、なんか改めて目隠しされるとさ、もうなんかすごい情報が頭に入ってくるようになっちゃった。目上げきてる時よりもなんかすごい感じるわ。あー、わかるわ。お会計です、ありがとうございます。お会計っす、入団させていただきます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、寝た、寝ちゃった、寝たわ。お会計です、お会計っす。よくマジさ、触って2、3秒で分かってもない、褒めてほしい。煽ってんのか。すごい、分かっちゃったんですよ。あー、なるほどね、あー、なるほどね。わざわざ持ってったんだから。いや、ありがとうございます。すんげえウキウキして今村君入ってきたんだ。今日きれいなっつって、そう、なんだなんだと思って、ね、結構さ、いろいろシールとかいろいろ入ってて重たいから申し訳なかった。ああ、結構ね、カバンも重いからね、あれ。そう、ああ、なるほどなるほど。匂いでギター当ててそうって言われてる。今ね、鼻終わってるんで匂いわかんないですよ。今鼻使えないよ。そう、病み上がりなんで。まだ病んでるんで、むしろ。うん、まだ闇。そう、匂いわかんない。これも匂いあったんだけどな。ダメだ、もう鼻きかんわ。何もわからんわ。これね、これね。映ってるか知らないけど、これがついてるのはなんか自分っぽさありますね。やばっ、ここの傷。ね、一番わかったのはね、この辺にね、確か打痕があるんですよ。これ。もうこれ触って、あまりにもその使い込まれてるネックすぎたんで、やっぱ自分のじゃねえと思って親指でこう触った、確か触ったんだけど、でそして、あ、もうワイドやんってその時になりましたね。懐かしい。でも持ってきてるとは思わなかったでしょ。さすがに思わなかった。あんなウキウキしてて何があんだろうと思って、うん、触った瞬間にやりやがったなこいつとは思ったけど、あ、懐かしいですね。あれももう1年ぐらい前、そんな経ってないか。そんな経ってないんじゃない。何月だっけあれ。あれは分かんない。5月とか。え、そんな最近？
え、違う？もっと前か。うん、2月冬だったっけ。うーん、多分全然覚えてないや。やばいね、覚えてないね。やりすぎてもう160個も動画作ってるからね。アホだよね。すごいね。ね、よく頑張ってる。ほんとだよ、まったく。いや、また文句言いそうになってたよ。160個も作ってるけどな。察してくれ。察してくれ、マジで。よいしょ。ああ、目が。よく似てますねのアンサーにはなったかな。うん、よく似てるって言われるんだよね。よく言われます。似てますね。ありがとうございます。そうなんですよ。もう彼知ってるけどね、僕。ん？彼のこと知ってるけどね、すごく。あ、そうなんですか。あ、そうなんですよ。あの、よくお店に行ったりもするんで、私。よくってよく明日ちょっと行く予定がありまして。明日も明後日も。そう、明日も明後日も。はあ、なんか体調万全になりたいよね。ねえ、もうね、赤ちゃん無限にもらってくるからさ。ねえ、そうなんだよね。もうね、本当に本当にそう、困ったもんですよ、本当。で、なんだっけ、終わるか。終わろっか。終わりましょう。はい、今日はちょっと早いですけど終わります。体調と赤ちゃんのことを考えて寝ようと思いますんで、あの、早いですがこの辺で上がらさせてください。はい、お疲れ様でした。はい、次いつやろうね。30? 休みの日ってこと。そう、30あたりにやるかと思います。やるかもしんないです。じゃあそんな感じで、あの、お疲れ様でした。おやすみなさい。なさい。おやすみなさい。またじゃあ30日前後で、はい、お会いしましょう。バイバイ。はい、お疲れでした。おやすみなさい。じゃあねー。